始まりましたので、本セッションを始めたいと思います。本セッションは高橋さんによる、プレイセオスコード完全マスターへの道です。それではよろしくお願いします。はい、こちらアースです。今日はですね、プレイセオスコード完全マスターへの道ってちょっとふざけたタイトルでしたんですが、主にプレイのソースコードを読んだことがない人も結構多いと思うので、それの導入、大体こういうふうな読み方をすれば理解できますよっていう話を主にしようと思っています。最初はこれスカラ祭りなんでプレイの個別の話をちょっと迷ったんですけど、あんまプレイの話を、プレイのコミュニティの方とかもいらっしゃってるみたいですけど、プレイの話をしてるわけではなかったみたいなので、そう応募してみました。で、対象とする人のレベルっていうと、そんなに高くないです。で、プレイを触ったことがあるぐらい、触ったことがなくても、参考にはなると思うんですが、大体プレイ触ったことがあるけど、スカラにはそんなに詳しくは、なくてっていうくらいの人を、対象にしてます。で、プレイを使ったことがある人だったら、結構プレイでちょっとここ分かんないなっていうふうに困ったことっていうのは、何回かあると思うんですけど、そういう時に私は、大体ドキュメントを見るより前にもソースコードを慣れてるので見ちゃうみたいなことよくあるんですけど、そういうことって結構難しいと思われているので、そんなことないですよってこうやれば、大体いいですよっていう話を、しようと思ってます。で、自己紹介です。私は、高橋と言います。そういうアカウントで GitHub で、いくつかライブラリを作ったりしてます。主に、スカラ CSV とか、いう CSV のパーサーとライターとか、あとは Flyway っていうマイグレーションツールの、プラグインのメンテナーをやってたり、スリックの、ジョーダタイムのバインディングのライブラリーを作ったりします。あとは、いろいろプレイのプラグインを作ったりしてるんですけど、スカライク JDBC のプレイサポートとかも結構コミットしたりしてて、フィクスチャーのやつとかを作ったのは私です。で、あとは、ふざけたやつとしては、吉田さんが言ってたスカラ JS の怪しい情報操作みたいなやつを作ったり、あとは、ソースコードリーディングっていうのをちょっとこうやってたりしてて、プレイは結構 2.0 のことが関わっているので、プレイに詳しいというよりはプレイのいろいろ事情、昔ご用途があってみたいなことをよく知ってたりするので、そういうプレイのサポートだったら、結構得意なので、そういう人が欲しいな人はちょっと声かけてみてください。で、本題に入ります。ソースコードを読む、どういう時があるかなっていうと、なんかバグってないっていう時に、これが、自分たちのソースコードなのかライブラリーがバグってるのかとかよくわかんないってことはありますよね。そういう時に、プレイのソースコードを見ると助かる。あとフレームワークを拡張する時
よくプラグインとか作るんですけど、プラグインの作り方っていうのは今節丁寧にドキュメントには載ってなかったりするわけで、すでにあるフレームワークの中とか、あとフレームワークのそのプラグインみたいなやつを実装にして、まあ、参考にして自分で実装するっていうことが結構多いです。で、まあ、そういう時にもソースコードを読むためになる。あと、プレイの中身はどうなってるのかっていう勉強ですね。あとは、まあ、こう変わった人は、暇つぶしにソースコードを読むみたいな人も結構プログラマーだったらいるかもしれません。で、結構ソースコード難しいっていうふうに思うんですけど、なんで難しいかっていうと、大きくソースコードバーっていきなり10万行とか20万行のソースコードポンと押されても、まあ、どっから読んだらいいか分かんないっていうことがあります。で、あと、まあ、デカすぎるっていうその量も怖いし、あと設計がまずどうなってるんだろう、まあ木を見るとか森を見るとか言いますけど、まあ、一つ一つの木を見ても森が分かんないわけで、そこのここの if 文を見たところで全体の仕事が分かんない。だから結構ソースコードを読むっていうのは結構時間かかる話 でそういうところを今日は取り除きたい。で、まあ、今日の目標っていうのはそういうバックグラウンドのソースコードのソースコードのバックグラウンドの知識をちょっと頭に入れるっていうことを目的にしてます。なのであまりソースコードの深い話っていうのはしなくて、結構初心者向けかなと、プレイ初心者向けかなっていうふうに思ってます。で、そのためにプレイの、歴史 2.0 とかですけど、まあ、1.0 とかの時代もあったわけですけど、それは 2.0 とかってこのフレームワークとしての書いたものが良くて、で、プレイの今のプレイっていうのは 2.0 からだと思ってください。その 2.0 から今 2.5 のマイルストーン2が出ているので、そこまでのどういうふうにプレーのソースコードが変わってきたか、プレーがどう変わってきたかっていう話をします。で、その後で、プレーの個別のモジュール、キャッシュがあったり、WS と言われている API 叩く用の HTTP クライアントがあったりとかしますけど、それのそれぞれの役割とか、まあ、どういうプレーの全体の中でどこに位置するのかみたいな話をします。はい、でその内容、今日の進め方ですけど、最初にそのライブラリ全体を見るのにどういうライブラリに依存しているのかっていう風な意味でビルド SVP を見ると、結構あこういうライブラリに依存しているのかとか、こういうことをやりたいのにこれ使っているのかっていうことが分かっていいので、それをちょっとまず見てみます。でそれからプレイによくあるパターン、具体的に言ってしまうと DI とかあと型クラスって言われているものなんですけど、それの説明をあまり知らない人に対して行います。で、最後にそれぞれのモジュールがあって最後に完全マスターする名前になってます。3と4の間キャップを聞いてないですけどまず最初にビルド SVT の話をします。でビルド SVT っていうのはスカラの SVT の設定ファイルなんですが、結構いろんな設定が書かれてて読みやすいんですけど、いかんせんこうスカラのビルドファイルを書くのにスカラを書かなきゃいけないっていう、どっちが先だよっていう感じの、まあ、ビルドツール、すごい便利なんですけどちょっと難しいっていうのはあると思います。で、まあ、とりあえずライブラリを見るときに私がよく見るのは、まあ、ライブラリーディペンデンシーとあとディペンズオンっていうのをよく見るんですが、この2つっていうのはどういうライブラリ、そのライブラリとかそのフレームワークがどういうライブラリを使ってるかっていうのを書いてます。ライブラリーディペンデンシーズに、なんだろう、スカラリック JDBC がかかってたらそれ使ってるんだろうし、プレイがかかってたらプレイ使ってるんだろうし、 JSON OS 使ってるんだ、 JSON OS 使ってるんだろうなっていうのが分かるから、そのライブラリが何をやってるのかは分かるし、そのライブラリが例えば JSONを扱っているところで JSON がバグってたら、その JSON ライブラリが悪いのか、その JSON ライブラリが悪いのかみたいな、そういう切り分けができる。で、あとDepends on っていうのは、SVT っていうのはマルチプロジェクトが簡単に定義できます。なのでプレイの中のサブモジュール、サブプロジェクトがいくつかあって、そのサブプロジェクト同士の依存関係を見ることができるので、この Depends on っていうのを分かっていると、ライブラリのコードを読むときにここのコードがここに依存していて、これがここに依存していてっていうのが分かりやすくて読み進めやすい。で、この2つだけ知っておくと、とりあえずコードを
読むので結構道しるべとなります。でプレイの実際の、実際の依存関係を見てみましょうということで、クリックできなかった。で、ここにプレイ Java ってあるで、プレイ Java とプレイ Scala なんですけど、プレイ Java にプレイに依存してるんですよ。最初これ全部一緒で、プレイ Java のプレイも同じ Java で使ってたんですね。だからプレイの Scala を使うのに急にハイバネート入ってきたりとかしてやべえなって思ったんですけど、今はそんなことなくて、プレイ Scala は見られる、プレイ Java は相変わらずちょっとやばい感じがされてる、ね、で、こういう、で、他には、なんだろう、他はまあ JSON が切り分けられたりとかして、そこだけ使えるようになったりするんですけど、ちょっと図がつらいので、今日はやめとこう。あ、消えちゃった。もう15分経ってるんですよね。まだ1割ぐらいしか喋ってない。はい、で、
2.0 から 2.5 というのは具体的に何が起きたかというと、これがリファクタリングの歴史みたいなものが詰まってます。 2.0 を最初出た時にで何がすごいなっていうのかというと、とりあえずコードが汚いっていうのが一番すごかったですね。初心者っぽかったんですよね。そのなんかちょっと言っちゃいけないって言ってたかも作った人もそんなにスカラ得意な人じゃないと思うんですけど、結構これがすごい定番なのかって思うぐらいの良さであったんですよ。で、まあ、具体的に何がひどいかっていうと、スカラの簡単なコレクション操作とかもちょっと素人っぽいのもあるんですけど、全体的に結構モジュールが全然整理されてなかったんですね。一つの、まあ、MVC フレームワークなんですけど、MVC で3つしかないみたいな、そのぐらいの勢いで作ってて、段ボールになってて、結構プラグイン構造とかはあるけれど、これどうするんだろうみたいなのは結構あった。で、拡張はしやすいんですけど、テストがすごいしづらかったです。で、一つ一つのテストをするのに、アプリケーションを一つ全部起動して落としてみたいなことがやっていて、とりあえずテストがすごいしづらいし、コストが高かった。一つ一つのテストのもとに、アプリケーションが立ち上がったりするんで。そういうのが事情があって、結構リファクタリングとかをしていかなきゃいけなかったんですけど、していかなきゃいけなかったって、私はコミッターじゃないんでしてないんですが、それあと、プレイのコミッターたちが頑張ってですね、どんどん細かく分かれていって、すごい綺麗になっていくんですね。具体的に何があったかっていうと、一つ一つのジャーが、プレイ 2.0 の時はすごい巨大だったんですけど、一つ細かく分かれたので、さっきみたいに細かい、こう、なんか細かいところに分かれているので、一つ一つのジャーが小さくなりました。なんで、一つ一つのライブラリを、そう、プレイの中のコンポーネントを使いやすくなった。で、あとは、プレイの Java とスカラが分かれたので、この、プレイスカラのためにすごいでかいのを持ってくることが必要がなくなった。で、あとは、Anom っていうのがあったんですけど、これが、別のリポジトリに移動したりとか、逆に、スカラテンプレートっていうのが、別の Twirl っていうやつが、逆輸入された。これ、スカラテンプレートっていう、まあ、今はもう使ってると思うんですけど、あのテンプレートなんですけど、あれが、Twirl っていうところが、っていうライバリが同じ仕様で作って、これいいじゃんって感じになって、またプレートに持ってこられたっていう、そういうことがありました。結構、だいぶフレームワークとかって巨大なんですけど、一つ一つのコンポーネントを見ると、今はちっちゃくなっていて、そのコンポーネントの役割をよく知っていれば、結構読みやすい。一つ一つはすごい小さいので。なので、今から読むと、そんなに難しさっていうのはない。前もそんな難しいっていうよりは、結構前もになりやすいというか、ここ、なんか依存関係が結構複雑に絡み合ってたんで、そこら辺が難しかったですね。っていう昔話をした後で、で、プレイの今のプレイ、2.4 とか 2.5 のプレイっていうのがどういう思想で構築されているかっていう、まあ、どうやってあの複雑な番号をこう分けたのかっていう話なんですが、2つ今日はちょっとピックアップしてみました。で、1つはディペンデンシーインジェクション DI ですね。で、もう1つがインプリシットパラメータなんですけど、他クラスとか呼ばれているテクニックですね。で、ディペンデンシーインジェクション DI は、DI どういうのがあるかっていうと、結構こういうことを言うとあれなんですけど、プレイって、あ、プレイじゃない、スカラって DI どうやるのって話になると、結構スプリングとかのコンテナを使うのとか、ケーキパターンを使うのとか、インプリシットパラメータを使うのかとか、そういうリーダーモードを使うのかみたいな話に結構なりがちなんですけど、まあ、DI って何かって考えると、もっと単純で、スプリングとかコンテナを使ったことがあると思うんですけど、あれはコンストラクターインジェクションとかセッターインジェクションとかで、他のモジュールをコンストラクターとかセッターで渡してあげるっていうことを、スプリングが自動的にやっているみたいなもので、
で自動的にやるんじゃなくて自分でやれば、まあ、簡単なんですよね。コンストラクターになんか他のモジュールを渡すだけなん でそういう簡単な思想でプレイは今使われています。で、あのプレイのコントローラー 2.4 とかで書いたことあるんですけど、あ、書いたこともある人はあなんか分かると思うんですけど、あのコンストラクターにインジェクトとか書いてなんか渡すじゃないですか、はい、で、あれが今のプレイの DI ですね。で、なんで DI になったかっていうと、モジュールを細かく分けるっていうのと、で、細かく分けたいけどできなかった理由っていうのが、あのプレイカレントっていう、これ実際にはプレイの API、プレイ API、MVC、プレイ API、アプリケーションクラスかっていうクラスのでかいのがあったんですけど、こいつを使ってる以上どうしようもないから、これをもう使いたくないなっていうふうになって、導入されました。で、今ランタイム DI っていうさっき言ったやつと、あとコンパイルタイム DI、 この2つの使い分けっていうのはこう具体的にまあ好みじゃんって感じなんですけど、まあ基本的にはランタイム DI ですね。でコンパイルタイム、なんどうしてもランタイム DI に気にならないみたいな人はコンパイルタイム DI っていう結構自分で型を書いてみたいなやつを使うことになってます。でこの DI があったことにできたことによって、プラグインっていう仕組みがなくなって、プラグインが DI で何でもなくできるじゃんみたいな思想になっています。なのでプレイ 2.3 とかの DI っていうのはもう動かないですね。で実際にできるかというと、あ、何でもできたかというとできなかったんですけど、まあそれは別の話っていう話します。で、まあ、こういう難しいことじゃなくてやってたいことはこうコンストラクターインジェクションという簡単な話ですけど、まあ、DI でやりたいことって、そこのユーザーリポジトリっていうのが中でハードコードされてるから、それを切り離さないことには単体ですとできないねっていう話で、これをこうする。コンストラクターでユーザーリポジトリを渡してやれば、そこのユーザーリポジトリをモックライバリーとかで作れば、簡単にテストできるじゃない。簡単にユーザーサービスもテストできるじゃないって話です。でランタイム DI はこれにインジェクトってつけただけ。これをするとプレイはジュースですけど、ジュースがいい感じにそこにユーザー物理を差し込んでくれるっていう仕組みになってますね。でそのジュースにこうやってくれっていうのを教えるために、ユーザーリポジトリっていうのコンストラに書いてたら、マイユーザーリポジトリをこう突っ込んでくれっていう風なの教えてあげるっていうのを、自分で手にしてあげる必要があります。で、これがランタイム DI で、これが今のプレイの全体の設計の、まあ、ほぼ全てって言っちゃってもいいぐらいのやつです。もうどのモジュールもいろいろコンポーネントあるんですけど、結局このここに落とし込んでるだけで、ただ単に普通のコンストラクターに他のモジュールを渡してアプリケーションを作っているだけなんですよ。で、それのためにバインディングの、おまじないみたいなやつを書いてあげるっていう、これだけで大体実際読めちゃいます。で、一応おまけ程度にコンパイルタイム DI なんですけど、コンパイルタイム DI よく使われてやられたらケーキパターンとかとは違うんですけど、まあ、トレートこう自分で書いちゃって、自分でジュースじゃなくて、自分で、バインディングを書いてあげるみたいな、そういうのでやってみます。でこれ、ちょっとドキュメント読んでもらえばいいかなと思います。で、一つ一つの DI のコンポーネントは、モジュールとして呼ばれています。で、具体的には、エボリューションズっていう、マイグレーションのやつですね。あと、キャッシュとか、WS もモジュール、さっきのコンストラクター DI を使ったモジュールとして定義されています。なので、さっきのあの、おまじないとかルールの意味を知っていれば、そこ以外のところが、主な処理になるので、そこを読むことができます。で、同じように、プレイの内部も、内部はさっきの DI に作られているんですけど、プレイモジュールを新たに作るときも、さっきの DI の仕組みで作ることができます。まあ、全く同じなんで、プレイのソースコードを読むのが怖い人は、プレイの
プラグインのコードを読んでも全く同じなんで、そこから始めてもいいと思います。で、モジュール関係に、モジュールの間には依存関係があるわけなんですけど、そのこのモジュールにこれが依存してっていうのは、すべてコンストラクターで定義されているので、コンストラクターでこいつが必要な、こいつがなければ、このクラスはインスタンスができないです、できないですよねみたいなのが決まるので、自分で書く必要はないです。なので、自動的に決まります。これどういうことかっていうと、2.1 とか、2.0 とかの時代の、プレイプラグインっていうファイルに、優先順位をこう1番、2番とか入ってたと思うんですけど、覚えてますかね。あれが今はないんですね。あれがないので、自動的に決まっちゃうんですけど、決まんない場合も、まあ、世の中の世界にはあってですね、例えばデータベースの初期化とフィクスチャーを入れる順番とかって、コードのレベルでは依存してないけど、まあ、フィクスチャーライブラリとデータベースライブラリがお互いに依存してなければ、まあ、依存してなければ順番が決まらないんで、フィクスチャー先に入ってマイグレーションとかが後から走るみたいなわけわかんないことになって、そういう仕様とかは実際 2.0 とかとちょっと互換性がなくて、ちょっとプラグイン作者としては困ったりするところです。で、具体例をやろうと思ったけどちょっと時間がないので、まあ、大した感じの感じで、次に、まあ、DI でほとんど実用されてるって言いましたけど、 DI に入る前に2クラスという仕組みがあって、それでいくつかの部分が、構成されているので、それの説明をちょっとします。で、型クラスっていうのは結構ハスケルとかの人がよく使う、まあ、ハスケルとか型クラスの塊みたいな言語だと思うんですけど、何やってるかというと、オブジェクト指向とかで、オブジェクト指向って言うと多分燃えちゃうけど、 Java とかだと拡張したいなときは継承してオーバーライドするってことをしたらすると思うんですけど、それがそれよりももっとこっちの方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、あれが、まあ、なんだろう、難しい言葉を使うとあれですけど、拡張に対して閉じているとか、こっちは開いているみたいなことをよく、みんなで言ってたりするんですけど、そんなに難しい言葉を使わなくても、この2S メソッドを拡張したいなって時に、型クラスの場合はこういうインターフェースを定義してあげて、さっきのインターフェースを継承したまたオブジェクト負荷を作ってあげて、それを外部から渡してあげる。わかりますかね。これを定義して、ここに外部から渡してあげて、そいつに処理を移動してあげるみたいなことをするんですね。ただ単に外部から出てきたオブジェクトが代わりに処理をしてくるみたいな形になってるんですが、これをいろいろ使い分けることで処理って変わりますよね。さっきのプリンタブル3っていうことを様を使い分けることで処理の切り替えられると思うんですけど、これをインプリシットつけると省略できるっていう、さっきの最後の括弧プリンタブル様とかプリンタブル3がインプリシットに落とされるので、スッキリ書けます。で、3を使うのか、プリンタブル様を使うのかは、インポートで切り分けありますっていう、この仕組みが、インプリシットパラメーターがやりたかったこと。で、これを使うと何がいいかっていうと、継承とかを使わずに、後からどん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 機能を追加することができる。で、これを元に使われているのが、ライタブルとか、コンテントタイプオブとか、クリーンストリングバインドとかパスバインドとかいうのがいろいろあるんですけど、具体的にはプレイのレスポンスで OK、ハローとか返せるし、OK も
なんとか JSON の書かないみたいなことするし、OK の中に Views HTML なんちゃらとかで HTML のことする。あれはみんな Writable っていう、タイプクラスなので、タイプクラスのインスタンスなので、あそこに書くことができるなっていう。で、あとコンテンツタイプとかの、なんだろう、フォーム URL エンコーデとか、そういうやつが出るんですね。あ、違うか。コンテンツタイプの、JSON とかの定義だったかな。まあいいや。そういうのもあります。で、クリストリングバインドとバズバインドっていうのは、ルーツで、コンフルーツとかで、パラメータをバインドするときに使うので、まあ、もう例で、ジョーダールーツバインダーとか作ったことがあるんですけど、ジョーダータイムの2016年1月30日みたいな2016-01-30 をの文字列をジョーダータイムのデートタローカルデートとかデートタイムにマッピングして、ルーツの、ルーツじゃない、アプリ、アクション、プレイのアクションの機器数にジョーダータイムかけるようになるみたいな、そういう拡張したときに、この高田クラスの仕組みを使って書く、使うことができます。なので、大体、プレイファクトをしたいときに使うテクニックっていうのは、さっき言った DI のテクニックっていうよりは、お作法に従って書くのと、型クラスに従って書くっていうパターンが多いです。で、これでもう、大体読むので、あとは、皆さん読んでくださいって感じなんですが、で一つ一つのモジュールの説明をこれからしていこうかなと思います。さっきの文字が小さいので見ない。で、プレイのコアの部分っていうのがまずあるんですが、それがプレイモジュールっていう、プレイモジュールっていうとややこしいですね。プレイ、小文字にしたんですけど、プレイのコアの部分になります。で、コアの部分、コアの部分っていうのは本当にサーバーとかのコア、アクションとかを動かしているところっていうのと、あとは API、プレイ API とかのパッケージ、アクションが定義されてたり、グッズがの内容が定義されてたり、設定とかのそういう、まあ、よく触るところ、コンフィギュレーションとか、あとエンバイロメントとか、そういうところがこのプレイっていうサブプロジェクトの中に押し込まれています。で、それの Java 版があって、プレイ Java。っていうモジュールがあります。具体的にはアクションとかリクエストとかレスポンスとかをそこに書いてあるんですね。で、プレイのコアっていうのはプレイモジュールになるんで、結構このプレイっていうところを読む機会っていうのが多いです。それあるとですね、あそこのプレイ、そこの中身が、見えない、いや、まあ、だいたい API、プレイ API とかプレイ API MVC のパッケージというのが入ってます。一番よく見るんで、なんか最初に見なきゃって開くところです、ここですね。JDBC。JDBC っていうのはコネクションプールなんですけど、主に。OR マッパーとかはあんまり関係ないですね。そういうのは別のリポジトリに行っちゃって、関係ないっていうのはもう、素結論なんで、別のやつ勝手にかけちゃうんですよ。なので、プレイのリポジトリの中には OR マッパーとか入ってなくて、このプレイ JDBC っていうモジュールを使って勝手に作ってくれっていう構造になってます。はい。アノムとか、プレイスリップとか、EB のモジュールっていうのは実は入ってなくて、プレイのリポジトリの外にあります。なんで、あれを使わなきゃいけないっていうことはなくて、プレイの最初にアノムを使わなきゃいけないってことは全くなくて、スカイプ JDB っていう、B でもいいし、スリップでもいいし、何でもいいんですよ。なのでそこら辺は自由に選んでくださいっていうのがあります。まあ
選べって言われて逆に困ってました。あとはちょっと時間がないので書き出すんですけど、 WS とかも別のモジュールになっていて、これはアシンク HTTP クライアントのラッパーなんですけど、これも DI の仕組みで、さっきのバインディングの仕方とかを元にリストされてる。で、あとはキャッシュ、キャッシュも EH キャッシュのレポートですけど、 EH キャッシュの API を使って DI の DI のプレイモジュールを作ってます。あとプレイ JSON、 JSON はなんかプレイの DI にも持ってなくて、もっと細かく普通のライブラリとして作られてるんですね。なんでプレイ JSON にプレイのフォアが存じてたりするんですけど、でプレイ JSON はもう細かくコンパクトになってるんで、別のライブラリとしてでも今普通に使えるので、僕そんな悪くないんじゃないかなって思うんですけど、なぜか 3.0 で JSON の OS に変わるみたいな噂もあって、ちょっとわかんないですね。あとこういう細かいのもあって、これもスポンサルプロジェクトになってるんで、関数型ゲームとか好きな人は読むといいかもしれない。あとプレイのサーバーっていうのも一つ一つの細かいのとになっていて、プレイのサーバーのインターベースのプロジェクトもあるし、ネッティなの、その実装がネッティとして、実装されている。これ今までのやつですね。今まで 2.0 とか 2.1 とかの時代のやつですね。あと、ACCP。最近は ACCP にもなったのかな。まあ、そういう実装も分かれています。これ細かく、一つ一つの細かいサポートになっているので、そこ読みたければそこだけ読みたい。で、あとはプレイストリームっていう、これはリアクティブストリームの参考の実装みたいなやつで、ここに人のスライドを書いて説明を終わらせるっていうずるいことをしています。あとは SDT プラグイン。まあ、DI とそういうのも置いといて、開発環境みんな SDT プラグインとして提供されてて、コンパイルもそうですし、あとはアセットの、ビルドとかも SDT プラグインとして提供されているので、SDT プラグインのモジュールを読めば、そこら辺開発環境のカスタマイズの仕方とかは分かる。まあ、ただし SBT プラグインなんで、プレイのさっきの DI とかの仕組みとはまた違って SBT の本番が聞けないんで、ちょっと難易度はこっちは高いですね。で、まあ、SBT 頑張ってくださいっていうしか取らないですね。で、あとは完璧にマスターするのは皆さんの仕事ですっていう、ちょっとずるい締め方をさせていただきます。まあ、あと2分っていう最後の駆け足になっちゃいましたけど、はい、今日のまとめですが、まあ、2.0 からプレイ点を結構リファクタリングされて、今はコアと細かいモジュールで構成されています。で、あと開発環境とかは SBT プラグインとして提供されています。なので、それをしっかり分かっていれば、そうプレイのサブモジュールがいっぱいあるんですけど、その中であんまり前のめらならないかなと思います。で、一つ一つのモジュールっていうのは DI をもとに構成されていることが多いので、その DI のバインディングの仕方とかを理解していれば、そこのマジナリのところを理解できていれば、他の実装書くを読むのは個別のものなので、そこだけ読めばいいっていうのが、まあ、実際に読んでみれば分かると思います。で、 DI の他に2クラスという仕組みがあって、これが 2.0 の頃からそこそこいろんなところで使われているので、その仕組みも知っていないと読めないところもあるんですが、まあ、型クラスっていうのはスカラで、まあ、よく出てくるパターンなので、まあ、押されておくと、そこが、まあ、初心者から中級者にするぐらいになるのかなとか思っています。はい、これで、まあ、以上です。ありがとうございました。高橋さん、ありがとうございました。残り 1,2 分ですが、質問ございますでしょうか。ないようでしたら、これでセッションの方を終わりたいと思います。改めて高橋さんに大きな拍手をお願いいたします。